ました。影の世界へ迷い込んだ少女が本当の自分に出会う旅を描いた物語、アウト・オブ・シャドーランドは間もなく始まります。上演に先立ちまして皆様にご案内申し上げます。出演者の安全確保のため、並びに全ての皆様に快適にショーをお楽しみいただけますよう、場内での喫煙、フラッシュや液晶画面を使用した撮影および上演中の途中退出はご遠慮ください。また携帯電話など電波を発する機器の電源はお切りくださいますようご協力をお願いいたします。ご鑑賞中は後ろの方のご迷惑とならないよう、大きな帽子やカチューシャは外してお楽しみください。なお上演中は避難誘導灯を消灯しますが、非常の際は自動的に点灯します。それではアウト・オブ・シャドーランド、最後までごゆっくりお楽しみください。 Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Hangar Stage. In just a few minutes, we will proudly present Out of Shadowland, a tale about a shy young womanwho overcomes her fears through the power of her imagination. For the safety of our performers and the enjoyment of the audience members around you, please refrain from smoking, leaving the theater during the performance, and using flash or LCD screens when taking photos or videos. Also,Please switch off your mobile phones and any other devices that emit radio waves. Finally, we ask that you please remove large hats and hairbands. Out of Shadowland will begin in just a few minutes. Thank you.どうかな。あ、いえ、やめときます。
試してごらん、メイ。君にだってできるはずだよ。いえ、本当に私、私にはまだ無理です。いいかい？何もしなければ失敗はしない。だから、成功することもないんだよ。わかった。じゃあ、君がリーダーだ。了解。日が暮れる前に次のキャンプ地へ急ぎましょう。そうだ、何度も言っていますが、万が一はぐれてしまったらその場所から絶対動かないように。そう、必ず戻ってきますから。ではよろしく。さあみんな出発だ。共に
のおかげで生き返ったよ。ありがとう。これは一体どういうこと？あなたは誰？ここはどこなの？僕はユー。そしてここはシャドーランド。シャドーランド。とても暗くて気味が悪いわ。ここはかつて命の輝きに満ち溢れた、それは美しいところだった。影鳥が現れるのか。影鳥。黒い影の手下を率いて全てを破壊してしまった。恐ろしい生き物さ。なんだか怖い話で、私はみんなとはぐれてしまって、帰り道を探しているんだけど、どうしたらいいのか。帰り道はじきに見つかるさ。思い出してごらん。どうやってここに来たんだい？わからない。私はただテントの中で遊んでただけ。こうやって帰らせたようにね。怖がらないで、メイ。さあ、もう一度。やった！信じられないわ！もしかして、もっともっとこの光があれば、帰り道が見つかるのかも！
が、ここが蘇りつつあるのを感じて怒ってる。でも私にはどうすることもできないわ。サイユ、一緒にここから逃げましょう。早く。でも影に支配されたこの世界を救えるのは君だけなんだ。私そんなに強くないから。メイ、thank you.
てめい邪悪な影取りよ。ユウ、やっぱり逃げなきゃ。急いで。今君が言ってしまったら影取りはまた全てを破壊してしまう。それでいいのかい？ねえ。こう引けてしまったら、こう逃げ続けることになる。
彼女の足取りを探すんだ。メイ、メイさん、いたら返事してください。メイさん、ここです、ここにいます。ユウ、無事だったの、生きてたのね。もちろん生きてるよ。一体どうしたんだい。だってみんな君を探してたんだ。どれだけ心配したか。でも無事で本当に良かった。こんなところで一人ぼっちだったなんて、私ならもう諦めてた。どうやって夜を乗り切ったの。信じられないかもしれないけど、私シャドウランドっていうところへ行って恐ろしい影鳥と戦ったんです。そこはとても怖くて、でも綺麗で不思議で、そして素晴らしくて、なんかいろんなことがごちゃ混ぜだった。あなたもそこにいて私を勇気づけてくれた。そして旅をしながら気づいたんです。あなたが言っていたものは全部自分の中にもちゃんとあるんだって。思いやり、想像力、そして何よりも勇気が。メイ、大切なものが何なのかはっきり分かったようだね。本当の自分を見つけてそれを信じる、そうできたことが嬉しくて。私たちみんな自分探しの旅に出ているんですよね。その通りさ。じゃあメイ、ここから先は君がリーダーになってくれるかな。はい、頑張ります。さあみんな私についてきて。お楽しみいただけましたか。この後